黒猫富。大倉照子。1。本庄恒夫と辰馬久志は死のつく雨の中を夢中で逃げた。体を二つにへし折り、風に追われながら夜の市街をひた走りに走った。その時一緒にかけていた辰馬久志が不意と身をかわして横丁へ折れた。続いて曲がろうとした途端、本庄は行く手の暗がりからぬっと出てきた大男が辰馬の後ろを飛ぶごとく追跡するのを見た。危ない、捕まりやしないか。ぎょっとして思わず心で叫びながら立ちすくんだ。辰馬に誘われ初めて行ってみた賭場に運悪く手入れがあって、二人は命からがらここまで落ち延びてきたのである。今夜に限ってどうしたものか。宴卓はどれもどれも客が乗っていて、空車には一度もぶつからなかった。もうこうなっちゃ仕方がない。どんなに夜が更けようと、ずぶ濡れになろうと、いよいよ小山まで歩いて帰らなくてはならないと思っているところへ、ありがたいことに一台の空車が通りかかった。朦朧ランプに照らされて空車の虹が目に入った刹那、本庄は救われたような喜びに我を忘れて合図の手を高く差し上げ、止まるのを待ちかねて、小山まで、西小山だというなり、ハンドルに右手をかけて飛び乗った。あ、たちまち何かにつまずいて前へのめった。その拍子にくにゃりと柔らかいがしかし弾力のある、あたかもゴムのごときものの上に両手と膝頭とをついたのであった。なんだろう。手探りでそっと撫で回してみると異様な感じがする。冷やっこいがすべすべした。まるで人肌だ。あいにくルームの電灯が消えているので、車内は暗くって、ガラス窓から時折差し込む街灯の火もシートの下までは届かなかった。君、ちょっと電気をつけてくれないか。運転手は答えない。風雨に声を奪われて聞こえないものと見える。本庄は舌打ちしながらポケットを探りマッチを吸った。と同時に彼はマッチを放り出し、シートの上に尻餅をついてしまった。人形？いや、人だ。若い女だ。しかもそれが死んでいるのだ。あまりの驚愕に全身凍ったようになって、叫び声すら喉を出なかった。ただはっと思っただけだった。次の瞬間には目がクラクラとして何もわからなくなった。体は妙にこわばって身動きさえ自由にならないのに、膝頭だけがガクガクと震えて立ち上がる力さえ抜けてしまった。血生臭い香りがプンと鼻を打つ。やがて少し気が落ち着いてくると、怖いもの見たさにもう一度マッチを吸ってしゃがみ込み、今度はよーく見た。やっと12、3くらいだろうか。立派な服装をした少女だった。顔は伏せているのではっきりわからないが、ウェーブした断髪が襟足に乱れかかって、なんとも言えぬ美しさだ。桃色のドレスの肩から流れ出ている血潮はほっそりした白狼のような腕を伝わり、赤い一筋の線を描きながら白いゴムマットの上に滴り落ちてくぼんだところへ溜まっている。
抱き起こしてみようと思ってそっと体に手を触れたら、ぬらぬらとした赤いものがべっとりと手のひらについた。手のひらばかりではない、よく見るとズボンの膝にもワイシャツの袖口にも血が粘りついている。血だらけだ。本庄は考えた。これを人が見たとしたらどう思うだろう。足元には死んだ女が転がっている。そのそばには血に染んだずぶ濡れの男がうつくまっている。しかも興奮して。となるとどうしたって俺は有力なる容疑者という格好だ。バカバカしい。こんなかかり合いになっちゃそれこそ大変だ。彼は急に空恐ろしくなって逃げ出そうと思った。走っている車から飛び降りるつもりでドアに手をかけたが、また考え直してやめてしまった。崩れるように腰を下ろすと、ほーっと大きなため息をついて思わず心につぶやいた。俺の知ったこっちゃないんだ。ただこの円卓に乗り合わせたというだけじゃないか。犯罪直後に運悪く乗った、それだけのことだ。嫌疑がかかったっていいじゃないか。逃げ出す必要がどこにあるんだ。それよりもだ。シビ人と相乗りして深夜の街路を走る。こんな珍しい巡り合わせがめったにあるもんじゃない。この幸運をむざむざと見捨てて逃げ出そうなんてもったいない。なんという愚かな考えを起こしたものだろうと、彼の異常な好奇心はそろそろと頭をもたげてきた。そうなるともう恐ろしいとも何とも思わなかった。むしろ与えられたこの絶好の機会を利用して十分に日頃の猟奇的満足を得ようとさえ思うのであった。その時死体が少し動いたように見えた。続いて弱いため息に似た声を出した。おや、蘇ったのかな。本庄は慌てて唇に手をやった。確かにまだ息がある。手首を握ってみると、最初はほとんどわからないほど密かだった脈がだんだんはっきりと指先に触れてきた。どうやら温かみも戻ってくるようだ。まだ死んじゃいなかったんだ。ありがたい。息を吹き返したとなるとますます面白いことになりそうだ。運転手が何も知らないのを幸いに、この少女を彼は自分のアパートへ連れて行こうと決心した。そうして解放してやることが、また発見者たる者の義務ででもあるように思われる。彼は少女を前にして考えた。運転手に知れないように運び出すとしたら、どういう方法を取ったものだろうか。下手をやって感づかれたらことだぞ。きっと警察へ訴えようと言い出すに決まっている。警察に。冗談じゃない。そんなバカなことができるものか。やっと逃げてきたばかりじゃないか。しかし全然気づかれないという方法はあるまい。人間一人を担ぎ出すのに、いかに小さな女だって容易なことではない。と彼はしきりにそれについて頭を悩ませていた。車が下流階の近くを通っているとき、鍵盤の火を見て、ふとある名案を思いついた。そこで小山アパートまで乗りつけずに、途中で車を止めさせて、あそこの鍵盤でこれを崩してきてくれ、と言って運転手に五円札を渡し、あいにく細かいのがなくって、とわざと独り言のように付け加えていった。
運転手が札を手にして雨の中を駆け出していくのを見定めてから、本庄は死んだ蛇のようにぐったりとなっている少女を抱き上げた。小柄だが持ち重りがして小脇に抱えているのはなかなか骨が折れる。気がせくので肩に引っかついで歩いた。泥泞に靴が吸い付いたり滑ったりしながら、やっとの思いでアパートの階段にたどり着き、自分の部屋まで運んで、とりあえず壁際のベッドの上に横たえ、初めて電気の下で少女の顔を見た。なんという可愛らしさだろう。まるで眠っている西洋人形だ。細面で顎から首筋へかけての皮膚がすべこそうで、東洋人には珍しい濁りのない白さだ。まつげに覆われた目はキレが長いらしく、開いたらどんなに美しかろう。本庄は思わず低い歓声を漏らして見とれてしまった。かわいそうに彼女の洋服は胸から肩へかけて血のりで肌に粘りついている。鋭利な探検か何かでぐざと突き刺したのだろうか。ひどいことをしたもんだ。こんな天使のような少女を傷つけるなんて。この出血の具合ではよほどの重傷を負っているに違いないが、どこに傷口があるのかはよくわからなかった。多分左の肩あたりらしいので、とにかくそこへ自分のハンケチをふわりとかけてやった。かすかな息はしているのだが、少女はなかなか意識を取り戻さない。少し心配になってきた。医者を呼ばなくっちゃいけないかなと思った。幸い今年医科を卒業したばかりの親友が近所に引っ越してきたのを思い出した。そうだ、あいつに頼もう。そう気がつくと慌てて外へ出た。外へ出てからさっきの円卓のことを思い出したが、もう車はどこにも見えなかった。彼は雨に濡れながら一斉に駆け出した。ぐっすり寝込んでいる友人を叩き起こして、君、危篤の病人なんだ、すぐ来てくれないか。危篤だって誰が。と布団から首だけ出して目をつぶったまま眠そうな声で聞いた。誰でもいい、そんなことは後で話す。患者は男か女か。おりゃ夜中に叩き起こされることを思うと医者になるのをやめっちゃいたくなるよ。友人はしぶしぶ起きたが、よく眠っていたところを起こされたのですこぶる不機嫌だった。後で詳しいことは言うよ。まあ早く来てみてくれ。こうやっているうちにも手遅れになって死んじまってるかもしれないんだ。君は非常に興奮してるね。俺はちっとも知らなかったよ、君にそんな女があるた。俺の女じゃない。人の女を夜中に引っ張り込むのはけしからんな。よせ、そんなくだらないこっちゃないんだ。人一人の命だ、冗談じゃない。雨は小降りになったが、北風が少し寒かった。本庄は先に立って大股で飛ぶように歩いた。アパートの階段を駆け上がり自分の部屋に飛び込んでみると驚いた。ベッドに寝ていたはずの重傷人は煙のように消え去っている。が夢でない証拠には、真紅の花をまき散らしたようにシーツの上に血の跡が点々と残っていた。驚いたのはそればかりではない。室内はもちろん、戸棚から本棚からことごとく引っかき回され、引き出しという引き出しは全部
開け放しになっている。書類はあっちこっちに飛び散り、床の上に転がされてある陰気壺からは黒い陰気が毒々しく流れ出して床を汚している。本庄が出かけた後に何者かが忍び入り、家探しをした上に少女をさらっていったに違いない。それにしてもこの部屋の荒らしようはどうだろう。足の踏み場もない。憤然として棒立ちになっているのを見て、友人は嘲笑を口ぶりに浮かべていった。恐ろしく散らかしたもんだな。してその奇特の女はどこに隠してあるんだね。彼はムッとしてぶっきらぼうに答えた。畜生、ご覧の通り逃げちゃった。一体これはどうしたってんだ。泥棒が入ったんじゃないか。金があるもんだから。金なんかあるもんかと言ったが、今日は月給日だった。普段なら机の引き出しに入れておくのだが、運よく持って出かけたので助かった。だって君、泥棒に入られるなんて景気がいいじゃないか。本庄は苦笑して答えなかった。よく注意して調べてみたまえ。きっと何か盗まれてるぞ。帰りがけに俺が交番に寄って話しといてやろう。一応訴え出ておいた方がいいぜ。彼は慌ててそれを制止した。大丈夫だ。盗まれるようなものは何もありゃしないんだから。ほっといてくれ。面倒だから。だがな、こうめちゃめちゃにかき回されちゃ、後片付けが大変だな。一越しだと思いやいいやな。ところで、もう俺の用事はなくなったってわけだね。じゃあ、帰るよ。大きなあくびをしながら、友人が立ち去るのを見送ってから、本庄はもう一度戸棚の中へ首を突っ込んでみた。ベッドの下をも覗いてみた。もし仮にだ、自然に意識を取り戻し、この意外な場所に彼女が彼女自身を発見したら、必ず逃げようとするに違いない。が、あの渋滞では歩けまいから、この部屋のどこかに隠れているのではあるまいかと思ったのだが、してみるとやはりさらわれたのかな。彼は失望した。そうしてわけもなくむしゃくしゃと腹が立って、運転手に渡した五円札までがいまいましくなった。だがあの半身の少女をさらっていく泥棒もあるまいじゃないか。これはただの泥棒ではない。きっと何か企んでいるんだろう。ことによると、今夜の行動を最初から見ていて、僕の弱点につけ込み、金品をゆすろうというものかもしれない。しかし、それにしても、少し変だ。脅迫するとしたらば、なぜ少女をさらっていった？その理由がわからない。だが、一体、あの血だらけの少女は何者だろう？服装も立派だった。要望にもどこかおかしがたい気品があった。高貴の人であることは一目でわかる。これには確かに何か深い司祭があるに相違ない。犯罪の裏面に潜む秘密、それを探ってみたらさぞ面白いことだろう。彼はベッドの端に腰掛けて考え続けているうちに疲れてきて、そのままごろりと横になった。血のついたシーツを取り替えるのももう億劫だった。が、寝てみるとまた見ように頭が冴えて寝つかれなかった。2。それでもいつの間にか眠ったと見えて、アパートの主人に呼び起こされた時には正午近い太陽がベッドの裾の上にまで差し込んでいて、ちょっとまぶたが開けられないくらい眩しかった。明るいはずだ。昨夜は
ブラインドさえ下ろすのを忘れて眠ってしまったのだ。主人は手にしていた茶色の封筒を渡しながら、じろりと変な目つきをして彼の顔を見た。急ぎだそうですよ。不愛想に言って部屋を出て行きながら、もう一度振り返って彼の様子を盗み見た。その目には明白に侮蔑の色があった。唇のあたりにも嘲笑が漂っているように思われたので、本庄は嫌な気持ちがした。が、渡された封筒の裏を返してみると、急に顔色を変えてたまげた。しまった。彼は思わず心で叫んだ。それは警視庁からの呼び出しであった。見る見るうちに小鼻の上にブツブツと油汗がにじみ出てきた。辰馬久志が捕まったに相違ない。さもなければ少女をさらった人が逃げる途中で捕まったか。いずれにしても奇怪なことになったものだ。封を切る彼の指先は震えている。しかしことにも手紙は非公式の呼び出し状で、ことに差出人が有名な宮岡警部であったのは意外の喜びであった。警察官としては珍しい温かみのある人だとの評判も聞いている。それに都合のいいことには偶然にも同郷であった。それらを思い巡らして、そこに市松の巧妙を発見して、彼は多少元気づいた。とにかく一刻も早く出頭しよう。遅刻して怪しまれては損だと思って飛び起きた。宮岡警部の顔は新聞以外でも見ているので、なんとなく親しみを持てた。先方は知らなくても、こっちは顔なじみなので、初対面の人に面会に行くような気はしなかった。本庄はなるべくいい印象を与える必要があると考えて、頭髪には油をこってりとつけて、きれいになでつけ、ひげも念入りに剃って、身だしなみには特に注意した。昨夜まで着ていた洋服はベッドの隅に投げ出してあったが、広げてみるとズボンの折り目もすっかり消え、泥や血の点がところどころについていて、シワだらけの惨めさだ。このままクリーニングに出すのさえはばかられる。彼は血に染まったシーツと一緒に氷の底にしまい込み、戸棚の奥へ押し込んだ。それからプレスをさせたばかりのよそぎの茶色の背広を着込んで、悠然とせいぜい心を落ち着けて出かけたが、胸の心機は容易に収まらなかった。桜田門で電車降りたが、今日くらい警視庁がいかめしく恐ろしいものに見えたことはなかった。うつむきながら石段に靴先をかけようとして、ふと気ぜわしそうに階段を駆け下りてくる人を見た。それこそは孫う肩なき宮岡警部の顔であった。本庄ははっとして立ち止まった。帽子を取り、急に激しくなり出す心臓の鼓動を抑えるようにして頭を下げ、陰銀に言った。遅刻いたしまして、お呼び出しに預かりました本庄常雄でございます、と言って顔をパッと赤くした。宮岡警部は快活な歯切れのいい言葉で、いやあ、ご苦労様、今まで待ってたんですが急用ができて。ま、構わんから一緒に来てください。案外砕けた調子なので、この分なら大したこともあるまいと本庄は内心ほっとした。宮岡警部は本庄と並んで歩きながら
元気よく話しかけた。君、眠かったでしょう。早くから叩き起こされて。と、澄んだ目に意味ありそうな微笑を浮かべて、じーっと見た。彼は、ひとたまりもなく、恐縮してしまった。実は、君にお詫びしようと思って。その他に少し話したいこともあるんだがね。と言いかけて、あたりを見回し、誰かを待ち合わせてでもいるような素振りだったが、急に通りかかった円卓を止めて、急用を思い出したから、ちょっと支度へ寄ります。立ち話もできない。一緒においでください。と、本庄を顧みて言った。無論、拒むことはできなかったので、やむなく、宮岡警部と並んで腰をかけた。警察官と相乗りはあまり愉快でなかった。どんな尋問を受けるのか知らないが、内容がわからないので気が落ち着かなかった。本庄は窓際に寄って体を固くして座っていた。運転手と話している会話に耳傾け、密かにまた彼の腹の中を探っているので、どこを走っているのか、そんなことに注意する余裕もないうちに、ある小さな文化住宅の前で車が止まった。宮岡警部は先に降りると、木造の階段を駆け上がって、玄関の扉を開けた。本庄も続いて下を向きながら、焦然と彼のズボンについて屋内に入った。応接室だろうか。日当たりはいいが、カーテンも何もない。すこぶる殺風景な部屋で、粗末なテーブルと椅子が2、3脚あるばかりだ。その一つの椅子の上に、ビロードのような毛をした黒猫が丸くなって眠っていた。二人の足音に目を覚まし、ひょいと首を上げたが、見知らぬ客の顔を見ると、驚いて逃げて去った。改まって向かい合いに腰を下ろすと、本庄はまた急に不安になった。何を言い出されるのかと思って、ヒヤヒヤしながら興奮した顔をほてらせて、彼の言葉を待っていた。宮岡警部は相変わらず軽い、朗らかな語調で切り出した。本当にお気の毒なことをしましたね。君は僕のおかげでとんだひどい目にあったんだ。僕は今日終日悠然と眠らせておいてあげようと思ってたんだが、実は急にまた事件が突発してね。これからそっちへ行かなければならんのだが、それにまあお詫びは早い方がお互いに気持ちがいいからね。君、昨夜は随分疲れたでしょう。本庄ははっとして目を落とした。背中に冷や汗がじっとりとにじみ出るのを感じた。宮岡警部は横目で彼を見て、隣室の扉の方へ笑いながら声をかけた。トミー、来いよ。本庄君を紹介するから。声と同時に扉が開いて、一人の女が黒猫を抱いてスーッと入ってきた。彼は慌てて椅子から立ち上がり、顔を見合わせた瞬間、息が止まるかと思うほど驚いた。それは前夜さらわれたと思い込んでいたかの少女であったから。いや、そればかりではない。彼は生まれてからこれほど魅力を持った顔を見たことがなかったからだ。綺麗に反りつけた細い眉、理知的に美しい顔はパーマネントウェーブの真っ黒な髪の毛を背景にしてくっきりと輪郭を浮き出させている。しなやかな体を包んでいる黒ビロードのワンピースが
ほっそりとした姿に重そうで、ややもすると撫で肩から滑り落ちそうだ。それがまた大変なまめかしく彼の目に映じた。首筋にも肩にも、ことに左の方は注意してみたが、傷らしい跡はどこにも残っていなかった。すこぶる元気で、まるで別人のように朗らかだった。昨夜は12、3の少女だと思ったが、柄こそ小さいが、もう立派な霊嬢で、歳も3つ4つ上らしく見えた。本庄はあっけに取られて、しばしは口も聞けなかった。ポカンとして直立不動の姿勢を崩さないでいるのを宮岡警部は見て笑いながら言った。まあ、かけたまえ、君。僕の妹をご紹介しましょう。富岡富。昨夜は大変ご厄介になりました。君、あの宿から一緒に逃げ出した男、あれ、誰だか知ってますか？はい。あれは私の親友で、辰馬久志というものでございます。有名な実業家、辰馬益之助氏の長男で、兄弟を中途退学して、ただいまは、親父さんの辰馬銀行に勤めています。と、いささか得意げに答えたのだった。ああ、君は全然何も知らんのですね。あんな奴と君、付き合っちゃ危険ですよ。辰馬銀行頭取の息子にはそういないが。ありゃ君、多分君は何も知らないんだろうと思ってはいたが、バツバツ界の狩猟なんだよ。仲間内では変名で通っているので、あまり本名は知られていないがね。実はこの度のギャング狩りに、総監から僕が内命を受けているわけなんだが、彼を捕らえるのは容易なことじゃないんだ。昨夜はトリックで捕まえる計画を立て、僕は妹のトミーと円卓に乗って、君たち二人が賭場から逃げるのをずっとつけていたんだ。ところが奴は途中で感づいて、風を食って逃げちゃった。君もてっきり同類だと睨んだので、仕方がない。君の方を一つ洗ってみようと思って、まず、家宅捜査をやってみたのさ。あの時の運転手は僕ですよ。車内に大怪我して倒れている女があれば、誰だって君同様の手段に出るよ。何しろ警察は鬼門の連中なんだからね。と、カラカラと笑って、あれだけ苦心したのに、とうとう失敗しちゃったよ。と言って、テーブルの上に置いてあった五円札を本庄の前に差し出して。運転手。いや、僕に渡された。これはお返しいたします。と言った。彼は思わず顔が赤くなった。富の前だけに、一層恥ずかしかったのだ。が、まだ狐につままれているようで、何が何やらさっぱりわからなかった。辰馬久志がバツバツ界の狩猟であるということも初耳だ。そう言われてみれば、最近彼の思想はだいぶ変わってきてはいる。一頃はナンパの不良で鳴らしたものだ。辰馬の毒牙にかかった女は数えきれない。いつでも女のことで問題ばかり起こしていたが、この頃はそういう噂もあまり聞かなくなったので喜んでいたのだが、なんという迂闊なことだったのだろう。彼が親の家を出てアパート住まいをしているのも女出入りに都合がいいためだと聞いていたが、実際はそればかりではなかったのかもしれない。考えれば疑わしい点はいくらでも出てくるのだろうが。すると、
辰馬は変名を用い、バツバツ界の首領として活躍しているのですか？宮岡警部は底力のこもった声で重々しく答えた。そうです、あの男は女の敵であると同時に我々の敵ですよ、と言って富の方を見ながら、富も彼に誘惑されかけた一人なんです。富はちらりと宮岡警部の方を流し目で見た。それは美しく澄んだ空色だった。はてな、空色の目。ことによると彼女は混血児かな、と心に思った。そう思って見直すと、鼻の格好も綺麗な唇もクリーム色の皮膚もどこやら違っている。それに第一この小柄なのに様相がしっくりとよく似合うところなど、どうしたって西洋人だ。見れば見るほど着付けも粋で垢抜けがしている。彼女の空色の目はまたいろいろな表情を表した。訴えるような悩ましげな、やるせなさそうな視線は絶えず動いて彼の頭の中を容赦なくかき乱した。その一挙一動もまた不思議な力を持って胸に迫った。本庄は今までにこれほど恐ろしい魅力を持った女に出会ったことはなかった。富によって彼の魂には生涯消すことのできない深い印象を与えられたと言ってもよかった。敏感な宮岡警部は彼の心を見透かしたのだろう。聞きもしないのに彼女について語るのだった。トミーと僕は母をことにしてるんです。妹の母はスペイン人でした。もう亡くなりましたが、複雑した家庭に生まれたものですから、あれも幼い時からいろいろ苦労しましてね、かわいそうな女ですが、いつまでこんな生活もさせておけません。そのうちには良縁もあるだろうし、と言いかけてふと気を変えて、しかしトミーはとても兄思いなんですよ。僕の仕事をよく助けてくれるんです。女は第六感の働くものですからね、ずいぶん役に立つことがあるんですよ。君も一つ妹と一緒に僕を助けていただきたいんです、と改まった口調で言った後、急にまた嘲笑うように笑いかけて、その代わり特別をもって昨夜のことは見逃してあげますよ。本庄はちょっと面食らったが、なんだかひどくバカにされたような気がして不愉快だった。しかしこっちに十分の弱みがあるので何とも言うことはできず、ただ苦笑したばかりだった。その時まで一言も言わず、膝の上の黒猫を撫でていた富は初めて口を聞いた。失礼だわ、私たちの方こそ見逃していただけなければならないのよ。あんな泥棒みたいな真似をしてお部屋中を引っかき回してさ。本庄さん、あなた怒っていらっしゃるでしょう、と言った。いい声だなと思って、その柔らかい感じに聞き惚れていたので、最後の言葉しか耳に入らなかった。だからいいえというより仕方がなかった。しかしそりゃ職務上やむを得ないことなんだから、と宮岡警部は弁解するように言って、急に居住まいを正し、冗談はとにかく、これは真面目な大事な話だからよく聞いておいてください。実は君を呼んだのはこういうわけなんだ。
辰馬久志は身辺に危険の迫ったのを早くも感づいて、姿をくらましそうな形勢が見えるんです。猶予してはいられないんだ。そこで昨夜は失敗したが、今夜こそは一つうまくやって。実はね君と、急に声を低めて、少し危険だが、彼のアパートを襲おうと計画してるんだ。証拠書類を押収しようというわけで、ついては君に案内役を引き受けてもらいたいんだよ。真っ向から部下を引き連れて乗り込むのはたやすいことだが、僕はそれを好まないんだ。というのは、父親の辰馬益之助氏は人格者だし、国家の功労者でもあるから、万事穏やかにして、なるべく世間にパッと知れないように秘密裏に始末をつけてやろうというわけなんだ。本庄は辰馬が富を誘惑しかけたと聞いた時から彼に対する好感を失っていたが、それでもこの案内役を喜んで引き受ける気にはなれなかった。と言って拒絶することは無論できない。何と言っても辰馬が悪いんだから仕方があるまいと心で考えていた。彼はバツバツ界の首領であるばかりでなく、この無邪気な美しい富をさえ毒牙にかけようとしたのだから。よくないな、辰馬のやつ、怪しからん男だ。しかし一体どこで、どういう機会に彼女と知り合いになったものだろう。誘惑と一口に言ってもそれほどの程度だかわからないと、肝心の問題よりもその方が気になった。そこで本庄は何気なく聞き出してみるつもりで言った。辰馬はあなたもご存知なんでしょう？知ってますよ、顔だけはね、と即座に答えた。富子さんも知っていられるのですね。よく知ってます。富はダンスホールで恋になって。あら、お兄さん、そんな余計なことは言わないだっていいじゃないの、と顔を赤くして。私、辰馬さんの顔なんかもう忘れちゃったわよ、と媚びを含んだ目で本庄の顔を見ながら言った。薄情なやつだな。宮岡警部は立ち上がって時計を眺め、急に慌て出した。話はそれだけなんだが、ではちょっと僕は出かけてきます。本庄君、君にはお気の毒だが一時留置するよ。今夜の任務を果たすまで、まあこの部屋でトミーと話でもしていたまえ。じきに帰ってくるから、と言い終わるか終わらぬうちに急いで扉の外へ出て行った。3。すぐ帰ると言って出たぎり、宮岡警部はなかなか戻ってこなかった。その間に本庄と富はすっかり親しくなっていた。話は多く黒猫ミミィについてであった。刑事部長さんからご信用にいただいたの。怖い人に出会った時にはこの猫をぶつけてやるのよ、と言った。ミミィは実によく鳴らされていた。トミが駆け出すと、その後を追って走り、立ち止まって彼女が自分の胸を叩いて呼ぶと、いきなり飛び上がって襟元にすがりつき、真っ白い首筋に頭をこすりつけて甘えた。日暮れ頃になると両方ともますますはしゃぎ出した。その愉快そうに戯れ遊んでいるのを見ていると、大小の猫がもつれ狂っているとしか思われなかった。
薄暗い室内の壁には踊っているような掛け帽子が映っていて、黒ずくめの装いで敏捷に跳ね回る富の姿はまるで黒猫のような感じだった。本庄は好奇心の目を輝かせて見とれていた。夜になった。宮岡警部はどうしたのだろう。二人を置き去りにしたまま、まだ姿を見せなかった。きっと今に自動車で迎えに来るんでしょ。と言って、トミは別に気をもむ様子もなかった。11時近くなって、彼女の言った通り、自動車が玄関に止まった。運転台の窓から、宮岡警部は首だけ出して差し招いた。彼女は、ミミーを小脇に抱えて、自動車の窓に飛びついた。遅かったのね、お兄さん。と、甘ったるい声を出して、昨夜失敗したから、今夜はミミーを連れて行くのよ、と言いながら黒猫の頭を叩いて、ミミーさえいりゃ成功の疑いなしだわ。トミは両手でミミーの胴中を抱いて高く差し上げ、しっかり頼むよミミー、と頬ずりしながら言った。その目は緊張して鋭い光を帯びていた。本庄は宮岡警部の前に進み出て、無言で丁寧に頭を下げた。いやー遅くなって、と言い、富の方へ向いて眉を寄せ、出かけようとするところへあいにく取り物があってね、と弁解らしく言った。私に運転させてよ。彼女は運転台に飛び乗り、宮岡警部をルームの方へ追いやって自分でハンドルを握った。富子さん偉いですね、と本庄は感心した。宮岡警部は苦笑して、男手で育てるとおてんばになって困るよ、女らしい教育ができないから。そんなことを話しているうちに丸の内アパートへ着いた。事務所には本庄の顔を知っている小遣いはいなかった。合鍵を貸せと言うと変な顔をして、辰馬さんはお部屋にいらっしゃるはずです、先刻まで食堂でお友達とビールを飲んでいましたよ、と言ったが、別に怪しみもせずにすぐ合鍵を貸してくれた。本庄は宮岡警部の命令に従って自動車を人通りのない裏門へ回し、車内に入って待っていた。しばらくすると富が駆け出してきて、いきなり本庄の手を握り、しなやかな体をすりつけるようにして耳元に唇を寄せ、肝心の書類は銀行の金庫にしまってあるんですとさ、これからみんなで銀行へ行くのよ。生温かい息が耳にくすぐったかった。本庄は帽子を目深にかぶり、助手台に腰をかけていると、どうやら自分も探偵小説中の一役を買っているようで愉快だった。やがて後ろに靴音が近づき、扉が開いて、シートにどっかりと腰を下ろす音がした。みな、もくもくとしていた。ハンドルを握っている彼女の顔は真っ青で、引き締まっていた。辰馬銀行に着くまで、誰も一言も口をきかなかった。車が止まった時、本庄は初めて、そっと後ろを向いてみた。辰馬久志は目隠しをされ、猿靴輪をはめられ、両手を縛られていた。飼育な彼が、この時くらい、物哀れに見えたことはなかった。
達馬は宮岡警部とピストルを手に持った富との間に挟まれながら行員出入り口から銀行内に入っていった。本庄は張り番を命ぜられたので暗い横丁に立っていた。預かった黒猫をしっかりと胸に抱え、その柔らかい毛並みを撫でていると、どこかに彼女の移り顔を感じたので、彼は思わずミミーを抱きしめて頬ずりした。その時、突如、静寂な往来にたくさんな靴音が聞こえたので、彼は本能的に身を転じ、暗い影に潜んで様子を伺った。一塊の黒い人影は飛ぶように近づいてくる。警官らしい。先頭に立って駆けつけたのは、意外にも銀行内に入っているはずの宮岡警部の顔であった。本庄は驚いて街灯の火に透かして見直そうとした途端、警部は部下を顧みて、続けと一声厳然と言い放った。その声色は別人のような鋭さがあったので、本庄は思わず驚愕の目を見張った。よく似ている、全く息写しが人間は違うようだ。確かにこれは宮岡警部ではない、偽物に違いないが、それにしても同じ顔の人が二人。俺の目がどうかしているんじゃないかとも思ったが、あまりそっくりなので異様な不気味さを感じた。がまたとっさにこんなことをも考えた。辰馬の急を知ってバツバツ会から救助に来たのではあるまいか。警官に変装して、危ないぞ、これだけの人数を相手にしてはかないっこはない。なんとかして富を助けてやらなければならない。と気をもんでいるうちに、黒い影は一塊になって裏口からドヤドヤと奥へ流れ込んだ。真っ暗だ。と一人が怒鳴った。スイッチも電線も切断されてる。逃がすな、女を、とわめいた。それを聞くと本庄はもう気が転動してしまった。前後の考えもなく踊り込んでいこうとした時、中からパッと飛び出してきた富の体にぶつかった。その拍子にミミは驚いて彼の腕を引っかいて逃げ出し、彼女の後を追うて往来をまっしぐらに走った。まるで二つの黒猫がもつれ合って飛んでいくように見えた。と、ほとんど同時に真っ暗い銀行の廊下で恐ろしい格闘が始まった。ののしりわめく声、入り乱れた靴の音。ああ、やられた。どたり。人の倒れる響き。続いて起こるものすごい叫び声に本庄は度肝を抜かれた。逃げよう。きびすを転じた刹那、ドンと背中を突かれた。逃げろ、早く。底力のこもった聞き慣れた声。それは確かに宮岡警部に違いなかったが、どういうわけか一人の警官がいきなり飛び出してきて、背後から警部の胴中にしがみつき、呼ぶ子を鳴らした。本庄は夢中で走った。気がついた時、彼は全身打ちのめされたように疲れ切って、ベッドのそばの床の上に倒れていたのだった。扉の下から、室内に滑り込ませてある新聞を習慣的に手に取って広げてみた。はっとして本庄は跳ね起き、目をこすりながらもう一度見直した。辰馬銀行、黒猫トミーに教わる。
三段抜きで書かれたその記事を見て、たまげてしまった。彼は息を弾ませながら、むさぼるように読んだ。幸い、彼の名はどこにも出ていなかったが、宮岡警部と、辰馬久志と、負傷した警官との写真が出ていた。世界を股にかけた女族、黒猫富、およびその丈夫が、辰馬銀行の金庫から、多額の金を奪って逃走した。しかもその案内役は、頭取の霊足である、という点に、多少の疑惑を抱かれているというのだ。本庄は思わず胴震いした。が、不思議なことばかりで、どうも腑に落ちなかった。第一、バツバツ会の首領であるべき辰馬久志が、囚われていないのも変だ。トミーが仮に、黒猫トミーという女族であったとしても、宮岡警部はどうしたんだろう。辰馬に会ってみよう。そうだ。彼に会って聞いてみることだ。しかし、さすがにアパートに行く気はしなかったので、辰馬銀行に出かけることにした。新聞を見て見舞いに来た、といえば、誰も怪しむまい。銀行の応接室には、見舞い客が、辰馬久志を取り巻いて、事件の顛末を聞いているところだった。彼は両足を踏ん張り、腕を組んで、興奮しきった顔をして、刑事から聞いてきたという話を受け売りにしていた。が、本庄の顔を見ると、いきなり手を握って。例の一件から、とうとうこんな目に遭っちゃったよ。と囁いた。それを、バツバツ会に関係したことと、本庄は早飲み込みして。どうして君が、バツバツ会の首領なんかになっていたんだ？僕は全然知らなかったよ。辰馬は目を向いて。君、何言ってるんだ？本庄はどぎまぎしながら、だって、例の一件だなんて言うから。賭場の一件さ、あの弱みにつけ込まれたんだよ。ああ、そうか。なんだ。あれを種に脅迫しやがったんだ。アパートに最初やってきてね。聞いている彼は冷や汗を流した。心臓の鼓動が耳に騒々しく聞こえた。辰馬くん、新聞に出ていた通りかね。黒猫トミーってどんな女だ？辰馬は鼻の先に小じわを寄せて、ふふんと笑った。いい女だぜ。俺が金は持ち合わせていないって言ったら、銀行の金庫にあるわよって。あの女ピストルを突きつけやがった。いい度胸だぜ。自動車に乗せて俺を銀行に連れて行ったが、手配中の宮岡警部が来てくれたんで助かった。君はトミーを知ってたんだろう？知ってるもんか、泥棒じゃないか。いくら俺が物好きだって、あんなすごい女はまっぴらだ。丈夫の方がペコペコして女に使われていたぜ。やっこさん、宮岡警部に写真そっくりに変装してやがった。二人宮岡警部ができちゃって、どっちが本物だかわからなかった。そのために、とうとう捕らえ損なったんだそうだよ。と、辰馬は笑った。まんまと欺かれ、手先に使われたのかと思うと腹が立ったが、なぜか、本庄は、心から彼らを、憎む気にはなれなかった。